おかえりお疲れこんばんはマッチでございます。さあ今回はですね、20today ハロウィンスペシャル2022マッチが昨日ね、生配信あったということで、はい、そちらの感想などはい、お話していきたいと思います。今日もマッチこと夢マッチでお送りします。スタッテン昨日8時、20時からね、スタートして、まあ約、まあ50分ぐらいかな、かなやってたね。なんかすごい早く終わっちゃった気がしたけど、あっという間に終わっちゃった気がしたけど。まあそうやね、なんかね、大まかに言って、かぼちゃ探しとリース作り合間にちょっとコメント読んだりもしてたけど、結構慌ただしい感じだったもんね。で、最後に一言ずつちょっと言ったりしたけどね。そうそうそう。で、まあまあ最初にね、自己紹介的な自分のコスチューム、の紹介みたいなのあって、去年がニズーの着ぐるみやった。ニズー着ぐるみ着て可愛かったけど、今回はハロウィンということで、みんななんかそれぞれ自分で決めたのかスタッフが決めたのか分かんないけど、仮装の衣装を着てきてくれてましたけど、そうやな、これまあこれ私の見解になりますけれどもまた見解出た、はい、もう間違った憶測でございますけれども多分ね、もうスタッフ側からもこれ着てくださいやと思うねかな、それがね、まあ なんでっていうあれやないけど、ミーヒが、あのドレス選ぶかなってちょっとベタすぎるミーヒ本人が選ぶやったらもっと違うちょっと面白いものを選びたいかなって、あの子はね、どうやろうね。でもスタッフ側からしたらミーヒにはプリンス。やっぱプリンセスのね、ドレス着てほしいやん、みたいな。そうやな、似合ってたしな。みんな求めてるやん、それを、っていう感じじゃないかなって思うな。ちょっとあるかな、まあまあ、せっかくなんで、ほな、一人ずつ見ていきますか。はい。ね、ミーヒのね、まあまあ、ドレスやんか。でも、ミーヒちゃん、ドレスめちゃくちゃ似合ってるよね。似合ってる。似合ってる。ミーヒちゃんのためのドレスかっていうぐらいに、本当にこのピンクで。似合ってますわ。ティアラも。ティアラとな、この髪やったもんな、すごい似合っててびっくりしちゃったな、まあでもほんまに京都の舞妓さんの舞妓体験で着せられた着物を着て、どう動いていいか分かれへん女の子みたいな歩き方もなんかおかしいな、ね、歩き方みたいな歩きづらそうやったね一番ね、下までドレスがわーってブワーってなってたからな、多分こうちゃんと広がるあのコルセットみたいな、あれがね、入ってたんやろうけども、まあまあ似合ってた、似合ってたな、かわいかった、ほんまに、ほんまによく着せてくれましたねこれはね、まあだからまあまあ、ね、ファンにからしたらもう大喜びですわな、ベタやけど、ミーヒがプリンセスって、そのままやんみたいな、まんまやんみたいな、なんかな、あるけどでもやっぱりプリンセスキャラで言うとやっぱミーヒとニナルか似合うかな、あニナちゃんも似合いそうやな、こういうのな、もうだってディズニー顔やもんね、ニナちゃんってな、そうそうそう、今回は猫ちゃんって、はい、そうそう、でまあ隣行くとリマちゃん、そうでリマちゃんの天使もむちゃくちゃ似合ってるよね、なんかもう天使、あ天使天使と思って、そのまま天使でいけるわと思って。似合ってると思って、でこれもだからもうリマに天使着せたいよねってなってるんやと思うよ、ね、確かにリマちゃんも私天使ってなれへんで、リマちゃん面白そうなのを自分だったら選びそうか、どっちか言ったらもうシュレックとか行きそうやもんシュレックはいかんと、ピーターパンとかさ、どうやろうね、あピーターパンの格好すごいよかった、今日はハロウィーンやから、ほんまやな、忘れてた、年に一回やのにな。ちょっと後で写真載せときます。ジェイクはハートになってますって言ってたけどさ、それが私ちょっと確認できなかったけど。あ、私もよくわかんなかったんやけど。ちょっと寄ってみたら、なんとなく、あ、この、あ、ハートになってんのかな。まあ可愛かったわ。ね、なんか喋り方もさ、天使っぽくずっとしてくれてたよね。そう、リマちゃんだけ最後まで貫いてた。もう最後の最後まで、私やーって。やってた。偉いな。偉い偉い。途中でやめるけどな、普通な。みんなやめてもらってたけど、なんかな。最後まで貫いてた。偉かったわ。ね、リクちゃんね。リクちゃんも赤ずきんちゃん。赤ずきんちゃん。なんか髪型が赤ずきんちゃんとマッチングしてて、いい感じやなと思って。このやっぱ赤ずきんちゃんといえばおかっぱっぽい感じかな、ボブ、いや、どうやろう、まあそれはいろんな絵本によるんやろうけど、それはもうな、挿絵によるんやろうけど、私の中ではすごい
なんかぴったり可愛いって感じやったね、うんうんうん、で今日はなんか目になんか物もらいができたのかもしれない。そうそうそう、なんか目が腫れてて、ね、病院行ったら眼帯してもらいましたって言って、 でそこに、マヤが、絵を描いてくれました。そうそう、言うてな、狼の絵を描いてくれました。狼って言って可愛い狼確かに耳とあれけど、猫ちゃんみたいなね、まあ、狼みたいな感じだった、優しいね、でも ね、ほんまにこれはこれでなんかコスプレっぽくて可愛いなって思いました。そうやねんな、なんかちょっと、隣がニナちゃん、ニナちゃんが、ニナちゃんも意外やったわ。今回猫ちゃんって言ってな、猫ちゃん似合ってたな、黒色の猫ちゃん、しかもそう普段はワンワンやのになそう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 、どっちかっていうと、ワンちゃんのイメージもあんねんけど、はい、大きいおててつけて猫ちゃんしましたって、尻尾もついてたね、尻尾もつけてて、でちょっとあの過去はなんかちょっとスカートでドレッシーな感じで、はいはいはい、それが可愛かったなと思いました。可愛かったです、似合ってたね。そしてど真ん中いますリオちゃんが、リオちゃんかぼちゃかぼちゃかぼちゃっていうか、これ なんていうのやったっけ、これジャックオーランタン、あジャックオーランタン、まあ、ハロウィンだからっていうことでこれにしましたみたいなこと言ってたけど、そうそうそう、ね、リオちゃん、リオちゃんだけちょっとなんか面白い感じだけど、でも、はいはい、今日のリオちゃんの髪型とメイクがむっちゃんこ可愛すぎて、めちゃめちゃ可愛かったななんかずっと見ちゃってんけど、めちゃめちゃ可愛かったな、可愛かったよな、どの角度でも可愛かったよな、そうそうそう、何が違うんか分かれへんねんけど、ま、前髪はいつもと違うんで、ちょっとこうウェーブ、この前髪がめっちゃ可愛いと思ってて、でちょっと色も明るくしてるな、ちょっと、色も変わったっぽいねんけど、それにしてもいやもういやメイクがな可愛かった、この目やら唇なんかもうな、なんかあるごとにリオちゃん見て、かわいいって思いながら、こんなちょっと面白い格好なのに、そうそうそう、それを打ち消すぐらいむちゃくちゃかわいい、まあ、これもかわいいねんけど、似合っててかわいいねんけど、ずっとかわいかった、終始かわいかった、かわいいと思ってびっくりした。そう、あともう一つ、ニナと横に並んで立ったらもうだいぶ身長違かったと思うそう、リオちゃんは結構ちっちゃいもんね、意外とね、いやもうそんなさあね今っていう感じ、今日はだから、何もヒールとかみんな履いてない感じなのかな、もしかして、ニナちゃんすごい高いね、確かに、やっぱまこちゃんとリオちゃんが結構小さめなのかなっていう感じ、そうですよ、可愛かった、でもほんまにリオちゃん本当にこのメイク大好きなんで、ちょいちょいしてください。何が違うんやろ、私よう分からへんけど、なんかでも何が違う、なんやろ、それがこのオレンジが顔にあの映えてんのかなあるやんか、その顔色が良くなるイエベブルベみたいなね、それもあるんかも、実はオレンジがむちゃくちゃ似合う人やったんかもしれない、めちゃめちゃ良かったです。はい、そしてその隣がまこちゃん、まこちゃんが、まこちゃんも魔女、ね、こうなんか珍しくこう全身真っ黒の魔女さんでした。なんかでも似合ってたわ、ちょっと綺麗かったわ、なんか魔女っぽくて、そうおばあちゃんなんだ。やってたね。匂ってた。で、このなんか毒リンゴをみんなになんか食べさせるぞ、みたいな。ちょっと照れ。また愛子芝居がまたな、まこちゃんな。ちゃんと挟んでくるから。ね、面白いよね、まこちゃん。可愛らしかったですよ。とんがり帽子。そうです。まゆか。まゆかちゃん、すごい似合ってたわ、これ。やっぱまゆかって男前。かっこよかったな。男前枠やな。男前。そうそうそう。こういう格好。似合ってると思って見てた。なあ。メイクもちょっと違ったんかもしれへんけど。なんかバチッと決まってんなって感じ。ね、まあまあ海賊でええんかな、ジャック・スパローまでは言わへんやな、これだってな、でもなんかほらオウムが乗っかってるんでしょ、ジャック・スパローにも、いないのオウム、はい、いない、ジャック・スパローにはいないと思う、他のなんかキャプテン・クック、クック船長とかさ、なんかいろいろそういう、ではまあついてくるけどな、あ、なるほど、そういうことだったのか、私ちょっとあんましちゃんと実はファイルばっかりは見たことない、見てないんかいだから、ああいうのいるんやと思ってたから、いませんね、でも似合ってたよな、かっこよかったな、特前でした。
あやかです。面探偵。はい。面探偵。面探偵。面探偵、あやかですって言って。明太子みたいに言わないでって誰が突っ込まれてるよな。なんかね、うん。私は面探偵に一発ドラドラって。麻雀かえていい人に言いそうなんですけど。麻雀であるの。うん。面探偵。面探偵。面探偵って言ってましたけどね。うん。そう、ね、なんか似合ってた、これがな。そうそう。なんか最初、出てきた時に言ったさ、うん、なんか見た目はふわふわ、うん、中身はなんとかで、うん、言ったのがちょっと面白かった、うん。それからずっと面白いねんけど、うん、私、あやかちゃんがずっと。うん、見た目はふわふわ、中身はキレキレ、そのまま、メンタンって、あやか。で、あやかちゃんが、あの、虫眼鏡持って、今ちょっと見えないけど、虫眼鏡持ってたんか、うん、大きめの。うんうん、私も持ってた。そうそう、全くそんなか、うん、もうちょっと大きいんかな。なんか持って、ずっと持っててんやんか。で、結構ずっと持っててんけど、そう、ずっと遊んでてやっててんけど、うん、みんなでリース作りするときに、はいはいはい、こうみんなでじゃあテーブル、ソファに座って、板作ろうってなったときに、もうこれがもう、いよいよ、ちょっと邪魔ってなって、うん、前にある、なんかバスケットに果物がいっぱい入ってるバスケットに、ずさっ。かわいい。はい。それでは無造作に刺さって刺したのに、もうそっからずっとそこやってんけど、ああ それがめっちゃ面白かった。もう回収はせえへんかったんや。回収はじゃ、うん、もうそこにずっと刺した、うん、もうバッて、もう普通にバッて刺したまま、それがなんか面白かった、私は。はい、そんなことがありました。はい、はい、楽しかったです。そして、顔がある。ね、顔がある。オイラのブツニア、ガラガラヘビー言ってたんだ。ガラガラヘビー。あ、言うの？うん、そうそう。あ、そっか、うん、え、なんだっけな、それと思って、ウッディだったんだな。そうそう、そっかそっか、ウッディのね、あれで。だからあのウッディの女の子版のあの子の感じを出してるんやんね、うん、きっと。だってそばかす描いたりしてるんだもんね。そうそうそう、ね、うん、え、何やったっけ、ジェシーやん、なんかな、なんかな、おるな。まあ、あのうちの動画ではよくリクちゃんが例えられてましたけどね、あの子に似てるって言ってさ。なんかね、トイストーリーに出てくるね、カウガールのジェシーちゃんみたいな感じでね、リクちゃんっぽい感じはして、ね、だからリクちゃんにもあの衣装はまた着てほしいなと思いますけど、うん、マヤちゃん今回でもめちゃめちゃ可愛かったよな。似合ってた、可愛かった、うん、なんかお茶目な感じで、ね、そうそうそう、三つ編みして、うん、三つ編み、うん、三つ編みがめちゃめちゃ似合っててさ、この描くこと、ね、うん、ね、そうそう、そばかすな、さっき言ったけど、そばかすも書いて、なんか意外やったな。なんかまやちゃんこそちょっと魔女っぽい感じの衣装とか、うんうん、猫っぽい感じの衣装とかかなって感じやったのよ、うんうん、顔変わるなんやと思って、ちょっと意外で嬉しかったです、ね。そうそう。だから今回これを衣装を決めたスタッフさん、うん、運営さんの方はもう本当にブラボー。ブラボー。うんうん、よくやったと。ナイスナイスナイスパス、ナイスプレイ。うん、あと、まあ、こんな衣装を着てね、ゲームを。ね、あちゃあちゃ入ってますけど、最初はなんか、あの、かぼちゃ探すみたいな。ね、かぼちゃ探しにくそうやったな、ミーヒちゃん。まあまあな。うん、動きにくいから。優勝したのは真ん中のチームだったかな。そう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 。その後リース作りしたんか。そう。リース作り、その、買ったチームから材料を好きに選べます、みたいな感じでね。うんうん、それぞれ選んで。うん。何やかんや言いながら作ってましたけれども、出来上がりをちょっと見ていきたいと思いますが、はい、うん。まやちゃんとこね、まやちゃん、あやかちゃん。まゆかちゃんチームのリースは、うん、これだから、あの、一番余り物で作ったやつですよね。そうそうそう、うん、結構適当に選んでたっぽいけどね。うん、もうこれでいいや、これでいいや、みたいな感じで。でも、なんかハロウィンっぽくなったよね。うん、ちゃんと、紫テイストの、ね。はいはい。ちゃんとなった。可愛くなった。ね。うん。で、あの、ね、選んで、ここにもつけてるけどさ、途中で選んでた、紫のなんかこんなのとか、ま、あの、あやかはもうここにつけてた。そうそうそう。コウモリここに今もついてる。ここにつけてたり。みんないろんなとこに。うん、リースは全然関係ない使い方をしてたりして。そう、物をね、うん、自分たちにつけたりして。これでほんと可愛い。ね、うん。うん。バラエティに飛んでて。そう。で、なんか時間が余った時に、うん、あゆかちゃんとあやかちゃんが二人で遊んでるのがちょっと微笑ましかったなっていう。うん、見てて、うん、あ、なんか二人で遊んでるわと思いながら見てました、はい、そうなんでしたね、はい、はい、そしてまこちゃんチームのパンプキンサンドチームね、かぼちゃサンドチームかぼちゃサンド、なんかそうなんか、そうなんでましたわ、ね、らしいな、うん、なんかでも一番あのお家とかに飾りやすそうな、はいはい、もう実際にね感じよ、うん、本当に秋っぽくって、うん、ちょっと控えめにかぼちゃさんがいて、うん、みたいな感じのね、なんか
雑貨屋さんとかさ、セレクトショップとか行ったらさ、ちょっともうこう季節でこれ飾ってそうなさ、そうや、ね、こんな風にしますみたいな、置いてありそうな、うん、いい感じ、本当に大人っぽい感じで仕上がってますね、うん、らしさが出てますね、そうそうそう、それぞれね、これはこれでいいと思いますよ、はい、本当になんからしいわ、この3人組らしいわ、本当に、うん、で主にあのニナがチョイスしてたけどな、う、ね、うん、あれそういうの得意そうやもんね、知らない、はい、そして、はい、So pretty はい、こんな感じ、可愛かったね、これね、まあね、うん、きらびやかで、うん、華やかで、なんかいろいろいろんなものがついてる割にはなんかまとまりを感じる私、うん、あ、 なるほどね、なぜでしょう、うん、リマちゃんのセンスが光ったんでしょうかね、うんうん、キラキラしてますけど、なんかね、可愛、うん、いなと思って、楽しい感じがしてね、良かったですね、はい、こんな感じでしたね、やっとような感じでね終わりましたけれども、まああっという間の、そうそうそう、本当に早かったわ、うん、なんかちょっとわちゃわちゃした感じを、はい、なんか見るのが、うん、結構素っぽい感じで、うん、よかったなと思います、うん、私はね、ね、よかったです、まあ、自分たちだけでね進行していってよかったです、あとはまあこれ、この後期待したいのは、うん、この衣装で何がしかの曲をまたやっといてほしいなっていう、いいちゃん大変やね、大変やからな、うん、それもでもそれはそれで面白そうやから、うん、クラップは無理かな、ちょっと厳しいかな、うん、ちょっとゆったりしたダンスないよな、でもゆったりした、まあ、ダンスでなくてもさ、例えば、ナインカラーズとか、うん、を歌うとか、うん、ショートトリップとかさ、うん、その辺のやつをちょっとこう、うん、入れながら歌うとかね、そうやね、なんかあったハロウィンバージョンとか、せっかくやからね、うん、なんか撮っといてほしいね、うん、前々ニズーの時はリレーダンスしてくれたりか、リレーダンスしたりしてた、うん、だからそういうのがあったら嬉しいです ね、もうちょっとしがみたいですね、うん、この衣装をね、せっかくやからちょっと照明落としてな、パッとこうそれように、ね、まあ、座ったまんまでもええやん、歌っても、うん、ハンドマイクでさ、そうそうそう、うん、また金曜日とかにね、はい、出してくれたら嬉しい、なんか出てくると思いますよああそれはもうせっかくこう用意してくるんだけど、もうある程度お金かかってんねんが、その分また、ね、せっかくやから言うってね、知らんで、ね、知らんで、ね、知らんで、うん、あと私さ、多分私しかそんな思ってる人いなかったと思うねんけど、これが始まるちょっと前に、うん、もしかしてもうブルームーン歌っちゃうとか思ってた一人でドキドキしてた、それはせっかちやなそうやんな、それは早すぎるよ な、うん、と思う、いやもしかして私だけやと思うで、それはほんまに思った、なんかブルームーンっぽい感じにやったやん、サムネもハロウィンちょっと青っぽい感じで、そうかちょっと見てみて、そうかい、これやね、あ、そうやなほらブルームーンやブルームーンやな、あれもしかしてこれブルームーン、いやいや、でももう出しちゃって出さねえよ、ドームの11月ももう歌っちゃうんじゃね、うん、みたいな、歌わねえよ、あ、まあそれはねドームは歌う可能性は私はあると思ってますけれども、うんうん、それにしても早すぎる、うん、ちょっと今回、ね、今日の出しはないの、それはない、なんぼなんでもな、うん、ちょっと最後までドキドキしてた、うん、もしかして最後に、まあ、まあまあ言うても今予約受付中ですから、ね、ということで今回は20Today ハロウィンスペシャル2022、こちらの感想でございました、皆さんのね感想なんかもぜひともお待ちしております、コメント欄にどうぞ、そして、チャンネル登録まだですという方はもうせっかくですからぜひこの機会にチャンネル登録してください、よろしくお願いします、はい、そして、まちこさんちではですね、今回、初のまちこさんちグッズを、オリジナルグッズキーホルダーを作ってますので、なんだそれ、ちょっと欲しいなっていう方はですね、ぜひまたあの概要欄にリンク貼っておきますんで、記念にお一つどうぞ、はい、そうですね、はい、ぜひともまたそれも覗いてみてください、はい、おかえりお疲れこんばんは、今日もまちこと夢まちがお送りしました、また次の動画でお会いしましょう、ごきげんよう、さよなら。